見てください、この明るさ。こちらはハロゲンの純正交換用の HID 屋の LED バルブになります。今日はこちらの商品が非常におすすめできますので、特にこういった、まあ、これうちの車なんですけれども、ハロゲンのライトの車って未だに多いと思います。で、ハロゲンからディスチャージに変えるとすごく手間がかかるしコストもかかるんですけれども、こちらの LED、 もうこれハロゲン、これディスチャージ以上に明るい LED のヘッドライトになってるんですけれど、これは無加工でもうそのままポン付けができて、なおかつデュアルビーム搭載のバルブになります。こちらを今日ちょっとご紹介しようと思います。で、冒頭でご紹介した通りで、こちら今このライトのユニットから取り外して今発光させている状態なんですけれども、非常に明るい、もう明るすぎてもう目がくらむぐらい明るいんですけれども、このバルブの特徴、一度この電気を少し切ってしまおうかなと思うんですけれども、はい、今このような形で今電気を切ったんですが、これすべてのこのボディがメッキになってるんですけども、実は熱引き性が非常に高い銅を使ってます。なので、かつ、ここ見ていただくと、これ何かと言いますと、ヒートシンクっていうことになってて、ここ薄肉になってて、で、これがファンなんですが、こうファンを回して、この薄肉のところ、この薄肉のこの銅のリブの部分、一つ一つがリブなわけなんですけれど、表面積を増やして、冷えやすいようにすることによって、この LED のバルブ、この LED のこのチップ自体が割れます。安いヘッドライトバルブとか LED バルブですと。熱にすごく弱いんですけれども、これはもう熱対策をすでにこのユニットで行っているということもありますんで、ちゃんと熱マネージメントもしっかりと考えた上で設計されているので、高寿命ということになります。で、ハロゲンはフィラメントが切れちゃうと使えなくなるんですけど、LED は割れちゃうっていうのがとにかくあります。熱によって割れてしまうと。で、割れたらやっぱり使えなくなっちゃうと。ハロゲンに比べると寿命は長いんだけども、割れちゃうとすぐダメになっちゃうっていう問題があったんですが、これはそれを改善してくれていて、なおかつ非常に明るいヘッドライト。で、なおかつ冒頭で申し上げた通りで、デュアルビームということで、ロービーム、ハイビーム両方使えるものになっている。H4 規格のバルブになっています。これ取り付け結構簡単です。で、フィットの場合とかですと、ちょうどこれがここにちょうどソケットを差し込むんですけれど、ちょうど今ここにはまっていたところ、これになるんですけど、これをまずつけます。で、これつけるの難しいかと思われるがちなんですけど、この位置にしておいて、ちょうどこう外から見るとちょうどこのバルブの座面の位置っていうのがわかるんですけど、まあ、これ回しても回転しないところでくっつけてあげて、あとはこの留め具で留めるだけと、まあ、言うだけで OK です。で、この状態で今度は、この、純正でもついてた防水キャップ。で、向きがあって、この矢印がある部分が上になりますんで、これをはめます。で、向きは、こっちが前側になるんで、この向きで止めます。で、ちょうどこの矢印が
ここあるんですけど、ちょうどこの部分になるように、はめていきます。で、あとはめちゃえば、この、HIDIA の、このバルブがあります。で、これ、コードある方が下向きになりますんで、まあこれ、横に、LED のチップありますけども、これが横に向くような形で、こういった形ではめていきます。で、差し込むときも、こちら見ていただければわかると思うんですけど、まあ、こういった感じで、奥まではめ込んでいけば、OK と。まあいいことになります。で、あとは、こちら、純正のバルブでも使っていた、この3ピンのカプラーを差し込むだけということで、あとはこちらのバラストがあるんですけれども、まあ、これ自体は、まあ、どこか貼り付けるか、もしくは付属でタイラップがありますので、まあ、それでどこかでこう止めてしまうと、まあ、いうことをするだけで、まあ、OK と、まあ、いうことで、まあ、こういったところにこう固定して、止めて使えば、まあ、あとは使えるということになります。で、この状態でもう一回発光してみたいと思います。はい。で、今これちょうど発光させたところなんですけれども、まあ、こう見ていただくと、もう昼間でもしっかりと発光しているのがよくわかるかと思います。実際にこの LED バルブをハロゲンと、まあ、夜走行した動画がありますので、まあ、そちらを見ていただければと思います。夜間の走行比較をしてきたんですけれども、左が HDIA の LED のヘッドライトをつけた状態。右が純正のハロゲンランプをつけた状態で走行をしてきています。まず、かなり違うなって思ったところなんですけれども、照射している範囲が全く違うなと。今、左の車あったんですけれども、そこを素早く確認することができます。で、さらに、今走行していってるんですけれども、やっぱり明らかに照射範囲が広いなということで、側道にかけてもしっかりと障害物、それから人、まあ、そういったものも確認することがしっかりとできるということが見てお分かりいただけるんではないかなと思います。で、今ちょうど前に車が走っていますけれども、前方においても、照射している明るさというのが全然違いますし、今右の方にも車ありましたけれども、そこもしっかりと目視することができるということになります。で、今お話しした通りで、まあ、暗いところに入ったところでも進行方向もしっかりと照射してくれるというところが、この HIDIA の LED のヘッドランプを使うことによって、しっかりと確認ができるようになっていると。いうことになります。今度は、まあ、民家の中でかなり薄暗いところなんですけれども、まあ、そこを見ていただくとわかるんですが、やはり進行方向の明るさというのが全く違うというのがお分かりいただけるんではないかなと思います。で、かつ、ハロゲンのハイビーム以上に照射範囲が広いと、まあ、いうことも見て取れるんではないかなと思います。今ちょうどハロゲンハイビームにしてたんですけれども、その辺もしっかりと実感できるんではないかと思います。で、路面もしっかりと照射してくれるので、走行も安心できるということになります。で、最後に照射範囲の比較ということなんですけれども、左が HDIA で右がハロゲンですが、もう完全に路面の照射範囲というのが、まあ、広くなってるっていうのも、こう見てお分かりいただけるんではないかなと思います。まあ、暗いところ特に路面何が落ちてるかわからないので、まあ、そういった時に安心できるかと思います。また前に家があるんですが、前方の家もしっかりと LED のヘッドライトであると見えるかと思います。で、なおかつ家の前にブロック塀があるんですが、全面に照射しているというのもしっかりと見てお分かりいただけるんではないかなと思います。最後にデュアルビームによる照射ということなんですけれども、
今ちょうどロービームで今リアルビームしたんですが、その状態ですとローとハイと両方一緒に照射されるようになります。はい、ってことで今回こちらの HDI 屋の LED のヘッドライト、詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。チャンネル登録、高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。